長瀬蓮と杉咲花が織りなす特別な絆。その背景には、二人が共演したドラマの中で培われた深い信頼関係がある。長瀬がずっと忘れないと語る共演シーンについて語る。長瀬蓮と杉咲花はドラマ、00で初めて共演し、その演技の相性の良さから視聴者だけでなく、制作陣からも高い評価を受けた。 共演する中で、二人は、役者としてだけでなく、人間としても、強い絆を築いていった。その絆は、撮影現場での数々のエピソードや、二人が互いに、支え合う姿からも、伺い知ることができる。長瀬が震えるほどの感動を覚えたシーンとは、クライマックスの一つである涙のシーンだった。そのシーンでは、杉咲花が感情を極限まで引き出し、長瀬も、 その演技に引き込まれ、二人の演技が完璧にシンクロした瞬間だった。長瀬は、杉崎さんの演技は本当に素晴らしく、その瞬間に立ち会えたことを一生忘れないと振り返る。彼はその時、自分の演技力が試され、また大きく成長したと感じたという。共演を通じて気づかれた特別な絆は、撮影終了後も続いている。お互いに尊敬し合い、 励まし合う姿勢は彼らのプロフェッショナリズムを象徴している。杉咲花も長瀬さんとの共演は私にとって非常に貴重な経験であり、彼から多くのことを学びましたと語る。このように長瀬連と杉咲花が共演を通じて築いた絆は単なる役者同士の関係を超えたものとなっている。その特別な絆は 今後も彼らのキャリアにおいて重要な支えとなり続けるだろう。彼らの次なる共演が期待される中、ファンは二人のさらなる飛躍を心待ちにしている。第62回メフィスト賞を受賞した五十嵐正人氏による法廷ミステリー小説を映画化した法廷遊戯公開中で初共演を果たした長瀬廉と杉咲花。 予測不能な展開で観客を釘付けにする。本作において、特別な絆で結ばれた二人の過去と現在、選択までを演じ切り、痺れるような化学反応を披露している。劇中では、緊張感あふれるやりとりを見せた彼らだが、インタビュー時は、なんでそんなにいい人なのと、互いの素顔に、興味津々となるなど、和やかなムードたっぷり。 共演の感想をはじめ、それぞれの正義が浮き彫りとなる本作が自身にもたらした影響について、笑顔いっぱいに語り合った。映画、無この仮面は、緊張感あふれる法廷ドラマと心理戦を融合させた、ノンストップミステリー作品です。本作の物語は、ある夜に開催された、無こゲームという法廷を模した裁判ゲームが、きっかけとなり、次第に、 殺人事件へと発展していきます。この衝撃的な事件に巻き込まれたのは、ロースクールでの同級生である3人の若者たち。彼らの秘められた過去や隠された真実が、事件の捜査を通じて次々と明らかになっていきます。主役の小賀の清義通称正義を演じるのは、長瀬正斗正義は弁護士の道を進み、法の正義を信じる誠実な若者ですが、 今回の事件の第一発見者として状況は一変します。幼馴染の織本美鈴杉咲花は、正義の信頼する友人でありながら、殺人事件の容疑者として追われることに。彼女の無実を信じる正義は、美鈴の潔白を証明しようと奔走します。一方で、事件の被害者であり、裁判ゲームの首謀者でもあった、結城薫を演じるのは、北村匠海。 彼は異端の天才として知られ、そのカリスマ性と知略により多くの人々を引きつけます。しかし、彼の死をきっかけに、ゲームは一層混迷を深め、隠された真実が浮かび上がってきます。監督を務めるのは、数々の名作で知られる深川堺王。彼の手腕により、白夜行や神様のカルテなど、視聴者を魅了してきた、独特の映像美と緻密な演出が、 本作にも遺憾なく発揮されています。深川監督は本作でさらに一歩進んだ深い人間ドラマと緻密なストーリーテリングを見せ観客を最後まで釘付けにします。向こうの仮面は法廷サスペンスの枠を超えた壮大なヒューマンドラマとして見る者の,の心を揺さぶります。正義、ミスズ、香りの三人が織りなす複雑な人間関係と彼らが背負う 過去の影に迫るこの作品は、あなたを手に汗握るクライマックスへと誘うことでしょう。真実とは何か、正義とは何かを問う、この物語を、ぜひ劇場で体感してください。何が真実で、誰が嘘をついているのか、予測のできないストーリーが展開する中、驚愕の結末へとたどり着く本作。オファーを受けた感想を教えてください。永瀬監督が 深川さんで、キャストさんには、杉咲さん、北村さんがいる。そんなに素敵な方々の中で、僕が主演という立場をやらせていただけるなんて、という驚きが大きかったです。杉咲さんとは、初共演です。深川監督からは、現場でちょっと変わったオーダーをするかもしれないけれど、よろしくねと言われたことをよく覚えています。杉咲。 私もこの座組に参加できることが楽しみでした。ミスズは事前に準備をしていけることがあまりなくて、というのも、清次と対面してからミスズの物語が始まるのだろうなと思っていたので、現場に行くのを心待ちにしていました。初めて、長瀬くん演じる清次と目を合わせた時に、なんだか、ミスズとしての感覚が湧き上がってくるような気がして、それだけを信じていれば、 この撮影は大丈夫だと思っていました。清次と美ずは幼馴染みでありつつ、ロースクールの同級生、さらには殺人事件の容疑者と弁護士という間柄にもなっていきます。特別な絆で結ばれた二人だと感じましたが、彼らの関係性にどのような印象を持ちましたか長瀬、幼い頃にある経験を共有していて、 そこからは彼らだけの世界があるような二人ですよねお互いにとって本当に特別な存在だと思います杉ぎある出来事を境にミスズの中では清杉の存在がすべての原動力になっていくと感じているのですが長瀬くん演じる清杉の佇まいを見ていると勇ましく見える瞬間と儚く見える瞬間があってそのバランスが魅力的で 美鈴と清杉はお互いにシンパシーを寄せ合っていて引力のようなものを感じる存在なのかなと感じました長瀬廉杉咲花の熱演に震えた美鈴が容疑者となり面会室で真偽と対峙する場面は緊張感と迫力に満ちたシーンになりました杉咲さんの感情を爆発させるお芝居も凄まじいものがありました長瀬 そのお芝居を受ける、こちらは、本当にやばかったですよ。杉咲、めちゃくちゃ緊張してたな。長瀬、ええ、そうなの僕は緊張していたけれど、杉咲さんが緊張しているようには、全然見えなかった。あのシーン、震えたもん。杉咲、お互いが発するものを感じ取り合いながら、 お芝居をしている時間だったので、集中の糸を切らしてしまったら崩れてしまうのではないかと思うような緊張感がありました。私自身、あのシーンに臨むのは怖かったです。長瀬、面会室のシーンを撮り終えた時は、終わったという安堵感がありつつも、しばらく余韻に浸る時間がありました。監督含め、みんなが手応えというか、一体感を味わったシーンだったなと。 感じています清杉にとってはこれまで知らなかった美鈴の一面を見ることになるので驚きもありつつ逃げ出したくなるような気持ちになったのをよく覚えています。杉咲そのシーンを撮り終える頃には気づいたら二人とも同じ空間に集まっていて共に山を越えた安堵感が互いを引き寄せたのかなとほっとしたことを覚えています。 こうしてお話を伺っていても、お二人の間に、和やかな空気が流れているのが伝わってきます。長瀬、え、しりとりをしたもんね。あれは、撮影期間の序盤の方だったよね。覚えている杉崎覚えてる。長瀬、僕ら二人が撮影の待機をしている部屋に、ホワイトボードがあって、さらに、ペンとクリーナーがあったので、え、しりとりをやろうよと誘ったんです。 杉咲実は私もやりたいなと思ってたんです。長瀬、マジ杉咲あれは本当に、どうぞえしりとりをやってくださいと言われているような空間だったよね、笑い。長瀬、そう。他に何をすることがあるんだというくらい笑い。盛り上がったよね。これまで杉咲さんの作品はいくつか拝見させていただいていますが、 本作でその凄みを肌で感じられて、ものすごく嬉しかったです。先ほどお話しした、面会室のシーンなどは、ずっと忘れないと思います。杉咲、長瀬くんは、人見知りなんですと言いながらも、頑張って、みんなに話しかけてくれて、座長として、みんなから愛される力を持った方なんだなと感じました。監督からの要求に果敢に挑んでいく姿も、 すごいなと思いながら見ていました。法廷遊戯で得た宝物、長瀬廉の人生としても経験値を上げてくれた作品になりました長瀬さんは、今回、座長として心がけたことはありますか長瀬、差し入れをしました。チーズカレーとかあったよね。僕は、座長らしく、ということはそんなに意識したことがなくて、みんな、ついて来いよ。 と気負ったりするのも得意ではないので、自然体かつ、みんな一緒に頑張れればいいなと思っています。座長っぽさは、食べ物で出せたらと笑い。秘密が、テーマの一つになる本作ですが、互いの、こんな秘密、秘訣を知ってみたいと思うことがあれば教えてください。長瀬、なんでずっとそんなにいい人なん。杉咲、あははは、いやいや。長瀬、疲れを出さないよね。 杉ぎそれは、私も思っていました。長瀬君は、撮影時期もとてもお忙しくて疲れていた、はずなのに、それを表に出さない。周囲に、大丈夫と気を使わせないような、穏やかさがあるんです。疲れを出さない秘訣はあるのでしょうか。長瀬もし疲れていたとしても、いつも楽しいがかっているからだと思います。疲れていても、それを忘れてしまう。 この仕事が好きだから、というのもあると思います。杉咲、そう思えるのも才能だなぁ。長瀬、ありがとうございます。僕は、杉咲さんがいい人すぎてびっくりしたんです。杉咲さんは包容力がすごいんです。契約の北村さん含め、同世代のキャスト陣と刺激的な感情のやりとりを見せた本作。ご自身にとって、どのような経験ができた作品になりましたか 長瀬弁護士役を演じるにあたって初めて裁判の傍聴に行かせていただきました。それもこの作品がなかったら多分していなかった経験なので長瀬連の人生としても経験値を上げてくれた作品になりました。また正義についていろいろと考えた時間にもなって各々が違う正義を持っている本作の登場人物から 自分の正義を貫き通すことの難しさ、大切さも伝わってくる。それぞれの正義があるからこそ、もちろんそれを貫き通そうとするのは自由だけれど、自分の正義を誰かに押し付けようとしないことも大事なんだなと思いました。そうやって、僕自身の考えを改める機会にもなったように感じています。杉咲、深川監督の演出がとても新鮮で、気づいたら、 予想ももできなかったたた場所に到達ししていたといとう瞬間が何度もありました監督から求められたことに対して焦りや緊張感を抱きながらもみんなが同じ場所に向かって進んでいく時間を過ごすことで日々思いもよらぬ瞬間が生まれていくことが刺激的でものづくりの可能性を感じられたことも嬉しかったです。